次なるステージは観光客でにぎわう横浜中華街、渋谷よりも人通りの狭い路地、セロにとってさらに難しいステージ。ここで果たして何を引き起こせるのか。セロがふと足を止めた。Excuse me, すいません。撮影はいいですか？ああ、どうぞ。Is this your bird? はい。あの、触ってもいいですか？人間懐いてます？ああ、いいですよ。Oh, excellent. 店先に置かれていた鳥かごにそっと手を伸ばすセロ。何かが起こりそうな予感にたちまち人が集まってきた。お名前なんて言うんですか？ゆきちゃん。ゆきちゃん。Hello, ゆきちゃん。白い鳥って珍しくないですか？皆さんちょっと不思議なものを見せます。ゆきちゃんのよく見てください。 Here it goes. 1, 2, 3. Here it goes. 1, 2, 3. 大勢の目が見守る中で一瞬にしてインコが消えた。Don't worry. 大丈夫。ちゃんと戻します。卵ありますか？卵ありますよ。店の中、うん、卵が必要です。卵これですね。Let's see. That's good. 卵、あと、excuse me. このレモン。この卵とレモンをよく見てください。Here we go.なんと手の中にあったはずの卵はレモンを残して消えた。もう一回やってあげます。今度は We need like a orange。 オレンジありますか？一本ください。お願いします。じゃあ一本。じゃあ今度はこのみかんを使います。あ、お願いします。これちょっと持ってください。そのままいいです。OK? じゃあ皆さん、このレモンとみかんをよく見てください。Here we go. One, two, three. The lemon is gone. 消えました。わかりますか？実は今のインコ、そして卵、そしてレモンは消えたんではないです。実は違う空間に預けました。そしてこれから戻ります。残ってるのはこのオレンジです。見てください。まさか。嘘。はい、それなの？Okay, wait, wait, wait. See?ちょっと待って、ちょっと待って。もう皆さん分かりました？まるで時を遡るかのように、オレンジからレモン、卵、そして店のインクを出した。お返しします。Excuse me. ここにですね。さらにセロは店の中から何かを選んだ。リンゴ。マスターいくらですか？リンゴ、あ、いいですよ。いいですか？Watch.
See? 赤リンゴ。驚きのその現象に中華街が湧き上がった。そしてさらに。